はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらベンツの ML350、ですね。こちらの車ね、またエクシブコーポレーションさんで397万円という感じで、早速会社の方見てみましょう。ML350 ということで、ちょっと私ね、ベンツのことあまりわからないんですけども、はい、これどういった車なんですかね。こちらはですね、ML っていうのはもう今ベンツはそういう種類がなくて、はい、今 GLE っていう名前に変わって、あ、 GLE 販売されてるんですけども、はい、一応 SUV の中でこの前に ML の次に GL っていう上のランク、大きいやつがあるんですけど、はい、その1個、まあ、コンパクトな、あ、になるんですね。コンパクトじゃないですけど、ね、だいぶでかいですよね。はい、いや、走行距離もね、1.9 万キロということで、平成27年式なんですが、全然走ってないですよね。ML 自体が2015年、平成27年か28年ぐらいで終わっちゃってるんで、はい、最後の ML っていうことで。で、このエクシブコーポレーションさんね、結構程度のいいね、ベンツがね、結構揃ってるんですよ。走行距離がね、短いのが、結構玉数が多いので、中古車でもね、ベンツ、お求めの方ぜひ検索してみてくださいね。まあ、流行りのね、 SUV ということでね、ベンツのね、 SUV が500万以内で買えるっていうのはね、すごい、お求めやすいと思いますね。あ、こういうところ、なんか鏡面仕上げでかっこいいな。で、ステップ、これそう、わかりますかね。これ大きすぎてね、ステップが必要になってくるんですよね。内装の方、はい、お邪魔します。うわ、ギラギラして、まさかの、まさかのギンギラギン仕様ですね。はい。これあれなんですか、ラインストーン貼っつけちゃってるんですね。そうですね、貼ってる感じですね。こういうのはお願いしたら取ることはできるんですか。そうですね、はい、お好みに合わせて、こちらも。この間、うちに SL の在庫があったんですけど、はい、同じオーナーさんだったんで。あ、そうなんですね。同じようにできてたんですけど、はい、全部剥がしてほしいということで、剥がさせていただきました。あ、なるほど。やっぱりね、この辺ちょっと、好きな方もね、いらっしゃるんですけどね、元に戻したいっていう方も、こちらで戻せますので、安心してくださいね。あ、すごい、いろんなところについちゃってる。これだけのセットで1万とか2万とかします。これで1万、2万もするの。はい、やっぱこの革のシートがね、やっぱすごい、なんか、しっかり作ってるなという感じしますね。さすがベンツ。後ろも十分乗れそうですね。あ、すごい、天井が、これも空いてる。あ、ちょっと、後ろ、お邪魔します。うわ、こんな感じ。はい。あ、今、後部座席にね、乗ったんですけど、カズさん。はい。身長大きいんですよね、カズさんね。そうですね、滝さんぐらい。はい。180ぐらいありますもんね。はい。それで今、これ、だいぶ、かなり下げちゃってますけど、はい、まあ、十分。そうですね、男性の方は乗れますね。そうですね、前の方はもう2メートルぐらいの方が座れるように下げてるんで、はい。さすがゆとりの空間だなという感じしますね。そうですね、シートも背が高いので。そっか、見晴らしが、ね、なんかね、後部座席から見たね、見晴らしがいいなという印象がありますね。さすがゆとりのスペース、はい、これだいぶ奥が広いですよね。そうですね、1メートルぐらいはあります。あ、1メーター角、ほんならゴルフバッグ縦に詰めそうな、もう全然入ります、感じですね。3つ4つは平気で入っちゃいます、はい。あ、まだこういうところね、ちょっとビニール貼ってますね。まだちょっと新車の雰囲気が多少残っております。一応このガード、ここもね、傷なしでビニールまだついてます。あ、ボタンで、はい、はい、一応電動で閉まりますね。はい、いかがでしたかね。エクシブコーポレーションがおすすめするベンツの ML350 ですね。価格がね、397万円ということで、走行距離が 1.9 万キロなんですね。興味のある方は、下の概要欄に電話番号とか、連絡先書いてますので、皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ML350 でした。じゃあね、もう一周